息子が脳梗塞になって寝たきりになったら捨てるなんて最低の嫁ね。はい。前から言おうと思ってたのよ。姑を舐めるのもいい加減にしなさい。私が九州の田舎者だと思って舐め腐ってんでしょ。お母さん、いやもう義母じゃないか。一体何と呼べば。ああ、もう義母とも思いたくないってこと。あんたすごい性格してるわね。違うんです、ちょっと待ってください。待てるもんか。誕生日も母の日も面倒くさくなったのか、急にしなくなったし、電話一本よこしもしない。こんな不義理な嫁はいないわよ。一旦落ち着きましょう。まずケントさんが脳梗塞って本当ですか？何言ってんの。夫の病気のことも知らないわけ？はい、もう離婚してますから。はあ、何を言うかと思えば今度は知らぬ存ぜぬ作戦。本当なんです。ケントさんから聞いてないんですか？ケントはね、喋るのもやっとなの。誰も助けてくれないからって私に連絡してきたのよ。今すぐ帰ってきて介護しなさい。それで九州から飛んでこられたんですね。家の中見て驚いたわ。ゴミ屋敷なんてもんじゃない。あれはもうゴミ処理場よ。そんなにひどいんですか？あんたはさっきからなんで人ごとなのよ。ですから私はもう離婚して家を出ています。今の嫁は私じゃないですよ。本当なの？はい、戸籍でも住民票でも見ていただければわかるかと。ちょっとどういうことよ。さあ、でも今の奥さんなら知ってます。知り合い？私の妹ですから。はあ？いわゆる略奪というやつです。2年前に浮気されてその家を追い出されたんです。それでプレゼントも連絡も途絶えたってこと？妹は何もしなかったんですね。私ね、毎年あなたからいただくプレゼントが嬉しかったのよ。センスのいいものばかりで近所の人に自慢してたんだから。だからつい怒っちゃってみっともなかったわ。いいんです。ケントはどうして再婚したことを言わなかったのかしら。うちの親がかなり怒って妹と絶縁してるんですよ。だから自分の実家には怖くて言えなかったんじゃないでしょうか。なるほど。あなたは裏切られたのね。何も知らずに頭ごなしに責めてしまってごめんなさい。何も聞いてないなら仕方ありませんよ。私東京に来て3日目くらいなんだけど、家にはケントしかいないの。あなたの妹はどこに行ったのよ。さあ、私も全く連絡取ってないんで。リハビリだって行かなきゃいけないのに私一人じゃ無理よ。それにずっといるわけにもいかないし。そうですよね。私妹に連絡してみます。頼めるかしら。人から奪って再婚するくらいなら愛情はあるんでしょうし。だといいんですが。どういう意味？いえ、何でもありません。また連絡します。頼んだわね。数時間後。何してるの？あら、お姉ちゃん、今さら略奪のクレーム？そんなんじゃない。病気の夫を放置して何をしてるのか聞きたいんだけど。はあ、なんでそんなこと知ってんの？もしかしてかとり世に戻したとか？うーわ、最低。お姑さんから私の方に連絡があったの。え？九州から出てきてるみたいよ。マジかよ、最悪じゃん。まだ私のことを嫁と思ってて再婚したことも知らなかった。どうして言わなかったの？ケントが拒んだのよ。よほどママに怒られるのが嫌だったみたいね。それであなたは今どこにいるの？しばらく家に戻ってないんでしょ？だってあんな病人といたらこっちまで病みそうなんだもん。それが嫌で家を出たの？脳梗塞で体が不自由なんでしょ？私マジで下の世話とか無理だし。ケントのことが好きだから私から奪ったんじゃないの？別に。年収800万で顔も悪くないんだけど、病気は計算外だったわ。それに最大の目的を果たせたから別にもういらないんだよね。目的って何よ？あんたの泣き顔。は？マジウケたよね。カフェに呼び出した時にポロポロ泣いてたじゃん。傑作だったわ。本気で言ってんの？あの時あんたも泣いてたでしょ。愛してしまったの。私にケントさんをくださいって。あれどうだった？我ながら迫真の演技だったと思うんだよね。信じられない。あ、よかったら返品しようか？何言ってるのよ。だって家電も壊れたら返品するか捨てるでしょ。ケントの場合修理は無理そうだし。まだあなたの夫なんでしょ？もういらないの。次の彼氏見つけたから。は？今度は年収2000万だよ。ケントなんてゴミに見えちゃう。
ケンタは私への嫌がらせで略奪しておいて、次はお金で乗り換えるの。結果的にはそうなるけど、恋する気持ちって止められないじゃない。いい加減にしなさい。え、私怒られてる？私はケントのことも許してない。でも病気になったのは彼のせいじゃないのよ。せめて入院させるとか、親に連絡してあげるとか、できることはあったでしょう。なんで私がそこまでしなくちゃいけないわけ？妻だからよ。だからその面倒くさい妻ってやつをやめるって言ってんの。話のわからない人だね。もういい、勝手にしなさい。すでにしてる。人を裏切ってそう簡単に幸せになれると思わない方がいいよ。だる。あなたたち二人が幸せなら復讐する気なんてなかった。でも全て知った今、とても許す気にはなれない。何するのよ。さあね。まあ庶民が抵抗してきても、こっちは財力で跳ねのけるから平気だけどね。そう、せいぜい頑張って。一週間後。あんたのせいでしょ。私の彼に何て言ったのよ。あら、もう破局？意外と早かったのね。最短記録更新おめでとう。ふざけんな。いきなり振られたの。しかも LINE だよ。ありえないでしょ。会う価値もないってことじゃない？私は彼の情報なんて言ってないのに、どうやって特定したの？ケントのお母さんに、お金ならいくらでも出すから探偵を使って全て暴いてくれって頼まれたの。はぁ？田舎の貧乏ババアがなけなしの年金をはたいてまでやること？知らないの？ケントの実家は地主で、すごい数の土地や山林を所有してるのよ。え？いろんな企業や自治体にも貸してるから、年間の収入だけでも相当らしい。クソ。田舎イコール貧乏人なんて浅はかな考えをするのね。なんで言わなかったのよ。そしたらもっと大事に言ったのに。私が言うまでもなく、ケントが話すと思ってた。なるほどね。そういうことなら戻ってあげる。どこに？ケントの元よ。介護費用なら実家に出させればいいし、いずれケントが全て相続するから、それまでは意地でも夫婦でいなきゃ。無理だろうね。何が？あなたの帰る家はもうないの。という意味？文字通りケントは九州に帰ったし、あの家は引き払ったそうよ。は？私の荷物は？それが問題でね、趣味の悪い服がたくさんあって、お母様困ってたらしいわ。感動されてるから送る実家もないし。捨てたの？ううん。そんなことしてこっちが犯罪者になるのもアホらしいから、ご丁寧に倉庫に預けてくださったのよ。最悪、また運び出さなきゃいけないじゃん。そのうち様子見て出しとくわ。そんなにのんびりしてていいのかな？貸し倉庫なんてたかが数千円でしょ。地主の奥様の金銭感覚をなめない方がいいよ。骨董品とか預けるような最高のセキュリティのトランクルームに入れてくださったんですって。あ、ただの服を？よかったわね。趣味の悪い服が守られて。いくらすんの？確か4万円のスペースに収まりきらなくて、それを10個分契約したとかおっしゃってた。40万。段ボールに詰めながら、田舎の私でも趣味が悪いってわかるくらいひどい服ばかりねっておっしゃってたわ。うるさいわね。だから早く引き取りに行きなさいね。でもババアが払ったんでしょ。ならいいわ。請求書は後日送るそうよ。来月になれば80万だよ。急げ。ふざけんな。誰一人としてふざけてないんだけど。年収2000万も地主の旦那も逃した。何もかもあんたのせいよ。あなたは次の恋愛も結婚も必ず失敗する。断言するわ。何？占い師にでもなったつもり？自分が悪かったというところに気づいてないからよ。また同じ過ちを繰り返して、誰かを傷つけて、また報復される。そんなことを一生繰り返すの？冗談じゃない。私は幸せになるんだから。一つ質問するけど、あなたは道端に落ちてる何の動物とかわからない糞を大事にする？いきなり何の話？要するにそういうこと。どういうことよ。それからケントたちはあなたにされたことで警察に相談するそうよ。は？ケント退院直後はあまり話せなかったらしいけど、少しずつ会話ができるようになってきたって。へえ。自分が何をしたかよくわかってるでしょ。覚えてない。退院したケントをベッドに寝かせたまではいい。でもその後歩けない彼を放置した。トイレも食事も無視で、お母さんが駆けつけた時は悪臭が立ち込めててひどい惨状だったそうよ。
なんで私がトイレなんかに連れて行かなくちゃいけないのよ。めんどくさいったらないでしょ。そういうのなんていうか知ってる？保護責任者遺棄って言って犯罪になるのよ。はい？なんで放置することが犯罪なのよ。バッカじゃないの？裁判でそう言いなさい。いい笑い物になるから。裁判とか警察とかマジ無理なんだけど。とりあえず離婚届を書いてケントの実家に送ってあげて。やだ、離婚しない。ごねて長引くだけ損よ。諦めてサインしなさい。別居婚する。ケントは九州の実家、私は東京、生活費だけもらう。そんな都合のいい話がまかり通るわけないでしょ。嫌なものは嫌なの。ご自由にどうぞ。浮気の慰謝料に刑事罰に。忙しくなりそうね。無理。警察に捕まる前に倉庫から荷物を出さなきゃ。やることいっぱいよ。愚痴ってる暇はないの。お姉ちゃん助けて。知らない。後日談。ミサは保護責任者遺棄で逮捕。3年の猶予はついたものの、ここからが地獄でした。刑務所に入らずに済んで浮かれたのか、九州の実家まで押しかけ、財産分与として実家の資産の半分をよこせという支離滅裂な主張をしたとか。当然却下され、それどころか浮気の慰謝料として200万を請求される始末。払えないと逃げ回るミサに夜な夜な怪しげな大音とかが近づき、姉ちゃんそろそろ払おうかと声をかけてくるそうです。それで仕方なく石鹸の香りのするお仕事を始めたとか。トランクルームのことをすっかり忘れていたようで、金額は200万に跳ね上がり、こちらの支払いもあるのでしばらく働くことになりそうです。義母が浮気の慰謝料として500万も払ってくれました。元夫もリハビリを頑張ってるそうです。私も全て忘れて一からやり直したいと思います。